い、毎日学習会の林です。合格者の北山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、青学の全国高等学校キリスト社推薦入学選抜情報っていうところでやっていければなと思います。よろしくお願いします。で、まあ、青学めっちゃ人気ですよね。もうだから、なんて言うんだろう、もう総計上青みたいな、青学を例えばじゃあ SLC とか受けるときに滑り止めにして、滑り止まんない人ってめっちゃいるんですよ。滑り止まんないってのはもうだから難しいから、青学落ちたんだけど SLC 受かったとか普通にあるので、本当に青学に入れるチャンスがなんかあるんだったら全力で入るべきっていうのは思ったりはしますね。で、まあ、青学の中での話っていうところを一つ一つ見ていくと、まあ、これはそのキリスト教の方が受けれるっていうところの話なんですけれども、まあ、あれですね、まあ、どういうふうな資格要項があるかというと、青学ってまあプロテスタント の大学なんで、まあ、当然プロテスタントの人で、あとはまあ本学科を第一志望とするとか、キリスト教活動への積極的な参加の意思が明確とか、調査書類全体のか、まあ、学習成績が 4.0 以上とか、英語が特に 4.4 以上とか、結構英語 4.4 以上ってきついですよね。だから、まあ、特に英語が得意な人が多い学校だときつくって、私は仙台第二高等学校、仙台二高のところ出身なんですけど、仙台二高で私例えば進研模試とかで英語の偏差値が75以上とかでも、学内での成績って320番中の180番とか出せるぐらいで、考えるとめちゃくちゃきつくないですか。だからそういう学校だと3とかしか取れないじゃないですか。だから結構進学校の子でその英語で 4.4 以上とか毎回5じゃなきゃいけないみたいな感じだから割ときついかなと思ってて、韓国学校も英語得意な人多そうですけど、どうですか？なんか割と韓国学校の中で英語の評価高く取るのって大変そうだなってイメージあるんですけど、英語は本当に難しいですね。英語はあれ、ネイティブの先生が何人かいて、それでずっと英語で話しまくるみたいな授業もするし、ネイティブもあるし、韓国から来た先生の英語の授業もあるんですけど、それは本当に韓国式って難しい英語をやってるので、なるほどね、両方難しいです、ね、かなりガッチガチにこう詰め込むみたいな感じですよね。だから英語のレベルが高いっていうか、その全体的なレベルが高い学校で英語を毎回5ぐらい取るってのは大変で、まあ、そういう意味で言うと割とこうその中堅どころの学校の方とかは割と有利なんですよね。中堅どころの学校で簡単に5を取れますみたいなところから来るのであれば結構有利で、まあ、ちょっとそこはやっていく必要はあります。あとは一応ちょっと付近のところで書いてて、推薦により入学が許可されたにもかかわらず入学を辞退した場合があった場合は、翌年度からそのものの出身高等学校からの推薦は受け付けないことがあります。これ結構ね、韓国学校とかだけどめちゃくちゃ平和させるよね、多分。しますね。で、それでなんか学校自体の評判悪くなっちゃったりすることないのかな、焼き畑農業みたいな。どうだろう。あることはあるんだろうけど、まあ、あんま気にしないんだろうね。まあ、市で言うとだからそのさ、SLC の AO を受けたときに、まあ、一通りやるまさら大体受かって、法学部以外で、SLC きつかったって話あるじゃないですか。SLC は過去、うちからも韓国学校から合格してる先輩いるんですけど、みんな蹴ってるんですよね。それはもしかしたらあるかもしれない。SLC の AO を蹴るっていうのは、日本人の感覚だとあんまないんです。その、慶応と早稲田だったら大体慶応行くんで。ただ、韓国は早稲田の方が圧倒的に知名度が高いから、早稲田と慶応とみんな早稲田選ぶんですよ。で、そうなると、じゃあっていう風になる可能性はあるんですよね。だから、まあそういう風な感じで、こうその出身の学校のその併願とかのこうやり方次第ではもしかしたらきつくなることがあるっていう話で、まあ、ただキリスト教の方なんで青学入りたいっていうのはもちろん強い状況で受けると思うんですけれども、なかなかまあ一応その釘も刺されてるっていうような形です。経済学部はあとはまあ調査書が 4.0 以上とか、あとはこれもなんかすごくてさ、この制度による入学者が推薦入学者の会の出席や教会生活を忠実に送ることが求められますとかさ、推薦により入学を辞退した場合は出身高校から受け付けないとか、この制度の入学者については追跡調査が行われますとかさ、怖いみたいな、いやなんか怖いよね。だからまあ経済学部だからさ、割とこうそんな、なんて言うんだろう、統計とかいじくれる先生は多くて、こういう追跡調査とかもちょっとやってみたいっていう先生が多いんだろうけど、まだ怖いよね。怖いね。さ、何なんだこれはって俺読んだと思ってちょっとびっくりしちゃったんですけど、法学部が3名で、これも内申が 4.0 以上のプロテスタントで、1校1名って書いてて、でこれもその追跡調査が行われますって書いてて、
で入学辞退者がいたらその当該高校からは推薦受け付けないよとか、あと経営学部ですね。経営学部もこれはこれが英語が 4.2 以上かな、さっきの話ですね。さっきの 4.5 以上ってのはちょっと正気の沙汰じゃないですか。だって英語がかなりできる人はきついよね。あとは受選、まあ、洗礼受けてるっていう証明書が提出できない場合は入学許可は取り消すとか、あとはまああれですね、キリスト教の団体に入りましょうとかいろいろ書いてあるんで、追跡調査が行われます。あとは、国際政治経済学部、これが外国 4.3 以上で、全体の学習成績 4.0 で、まあ IBT の話とかも書いてあって61以上とか、 IELTS だったら 5.0 以上とか、実用技能、これは英検です。英検が準1級で、まあ、これ2年以内っていう風な話を書いてるんだけど、コロナでさ実際受けなかったりとかしたりもしたんで、コロナの時に関してはこれなくなってて、まあ、ちょっと来年以降どうなるか分からない。コロナがある程度収束したらまあ2年以内っていう風になるかもしれない。またちょっとその時は動画撮ります。で、あとまあこれですね、追跡はしますとか書いてあったりとか、総合文化政策とか書いてますね。これが IBT が42点、トイック、リーディングアンドライティング、リーディングアンドリー、リスニングアンドリーディングで550点。で、IELTS 4.0。意外とこれは基準低いね。で、内申 4.0。総合文化政策とか一般で受けたらめっちゃ難しいっすからね。それ考えたら、まあ、キリスト教の方であれば受けてみてもいいのかなと。割とこう、スコア見てても、まあ、割とそんなめちゃくちゃ難しい感じしないです。あと、理工学部。工学部はこれ結構いろいろ書いてますね。まあその数学数3までやってますかとかいろいろ書いてて、で、まあ、あと基本的に内申は 4.0 以上とかっていう形で書いてます。追跡調査を、社会情報学、これもこれは内申 4.0 以上で、これも追跡調査、地球な学部多いな地球社会共生学部、地球社会共生学部で思い出したけど、これは新設の学部で、新設の学部だから一般入試の時に倍率基本的に低いだろうなと思ったんですよ。新設の学部って基本倍率低いんで、でだから穴場だよっつっておすすめして生徒にお客さんが来たら倍率めっちゃ上がってて、なんか20倍とかなってやべえみたいな。なんか法学って本当にそういうことあって、だから早慶上青っていうのは意外と本当にある。青学は本当にマーチの中ではちょっとずば抜けて難しいので、倍率も高いので結構心して受けなきゃいけないかなと思うんだけど、その分逆にキリスト教の方とかは有利だと思うので、ちょっとやってみていただければなと思います。 IBT もこれ54以上の話、結構わりかしそうでもないかなっていう感じからしております。あとはまあそうですね、選抜に関してっていうところで、まあ、小論文面接、書類審査小論文面接とかって書いてあって、まあ、小論文ちょっと自信ない方お問い合わせいただければ、どういうふうに対策すればいいかとかってお話できるので、お問い合わせいただければなとは思います。あとはまあ写真撮り方とか書いてあって、写真結構頑張ったよね。写真撮るときなんか気をつけたこともあります？笑顔で撮りました。明るい学生だっていうのがしたいので、明るい笑顔で綺麗に写るようにしましたね。実家撮ったの？実家なんかその写真館やってるって話だったんで。いや、家の近くの写真館で撮りました。なるほどね、その実家で撮るとちょっと際どいからって感じ。なるほど、なるほど、わかりました。あとなんかうちで合宿した時に、うちでたまたまその写真がすごい趣味の子がいて、すごいもう超設備が整ってたんで、実はうちの合宿でも写真は撮ってましたね。照明とかも全部あるんで自前で撮れるんですよ。ただなんか伊勢丹写真館とか行くと結構受かりやすいみたいな都市伝説もあって、伊勢丹写真館で撮って受かってる子は実は多かったんで、毎日学習会に。多分俺の家の近所にあるってだけなんだけどさうちのその近くでお話しした後に伊勢丹写真館撮ると多かったんですが、あと青学 の推薦入学志願者っていう志願者書類を見る、結構志望動機長いですね。普通に多分過去とか2000字ぐらい書けるんで、ちょっと志望理由とかどういうふうに書いたらいいか分かんない人いたらご連絡いただければなとは思います。あとはまあそんなところかな。
どこの教会で洗礼を受けたかとか、うん、そういうことも書かなきゃいけないし、うん、なかなかハードですね、うん、だから多分さ、キリスト教推薦でさこんな感じでやってるってことは、多分入学したらさ、ナンパしまくった女の子と遊ぶとかやったら多分ダメなんでしょうね、うん、なんか青学に入学して満たされるナンパするみたいなさ、よく聞く話なんですけど、うん、満たされる時にさ、慶応生ナンパされたって人いるんだけどさ、よくさ、ツイッターとか見てるとさ、うん、満たされる時、慶応生忙しいからナンパできないと思うんだよね、うん、だから満たされる時にさ、ナンパされた人は多分慶応生じゃない何かにナンパされて、何なんだろうって私はちょっと謎が深まってます、はい、まあ、とりあえずそんな感じで、まあ、なので結構キリスト教の方の、まあ、入試っていうのは、まあ、なんか追跡調査しますとかさ、こう入んなかったら高校から受け付けませんとかいろいろ書いてあってちょっと怖いんだけど、ただやっぱり今その早慶上青って言われてるぐらい青学難しいんで、まあちょっとやってみてもいいのかなっていうのは思ったりはしますね。なのでちょっと青学もぜひ考えていただければなと思います。はい、動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。下の概要欄の方から LINE アットございますので、そちらの方をお問い合わせいただければなと思います。10日間無料体験、無料相談できますので、ぜひこちらの下の概要欄ですね、クリックいただければなと思います。あとは動画ですね、高評価コメントをいただけると大変嬉しいので、ぜひ高評価コメントをいただけますように何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。